近畿滅却の札の匂いがする。君たち何しにここへ来たかは知らないが、その敬虔な心に免じて機会を与えよう。わらわに会いたくば、わらわが仕掛けた洞窟を通ってくるがよい。きれいにしませんと。試合よし。もう逃げ道はないよ。必要な方がいるはずです。ここからじゃ上には行けないみたいだな。でも雰囲気があれば行けるかもしれない。必要な方がいるはずです。これで間に合いますね。
用させてみよう。今度はよく観察するんだぞ。わらわの戦況を通過するとは大したものだ。わらわは龍雲爵風神君。君たち当たり前だ。わらわの仕掛けの術はたとえ奇襲や、こんな大きな戦況に一人、まさか仕掛けの術を研究するため一人でこんなところに。伝説と同じで仙人たちって、わらわはただ人やせだが、その静寂も、まあよい。君たち用事は何だ。手短に頼む。なんてことだ。
誰がそんな大罪、このような荒唐無稽な話。いや、いっそ先にリーウェコを鎮圧してやろうか。ちょっと待った。リーウェコを二度と同じ過ちが起こらぬよう、雷帝がごとき手段を選ぶのもやぶさかではない。そうだ、だが今帝君が暗殺され、理由へ、わらわは人の苦しみなど見たくない。おいおい、なんとかしろ。この仙人本気みたいだぞ。本当に理由へこを鎮圧。そうだ、おいしい料理をいっぱい作ったんだ。全部やろうな。鎮圧とかじゃなくて、せめて他の仙人の意見を聞いてくれな。契約か。リーウェコーの人間は時折契約をないがしろにし、だが君たちが契約、その上君たちは禁忌滅却の札を持ってきた。今その診察に戦慄、さらに君たちの話の真偽を証明するものでもない。昨月蓄養し、もういい、速やかに去るがよい。